お疲れ様です。かぐやです。今回もブリューマスターの動画を撮っていきたいと思います。前回ですね、初めてのビール、チュートリアルを通して、トイオリジナルアンバーエールというものを作りました。結局、前回の動画からあんまり勉強はしてない状態でございます。許してください。そんなに時間がなかったです。で、今回からは実際に仕事を受け負って指定されたビールを作っていくという流れになっていきます。というわけで今回作るビールはこちらでございます。アメリカンスタウトというビールを作っていきます。本来であれば事前に準備するときに足りないホップだったりとか部品とかがあったりする場合は買ったりするんですけども、事前に買っちゃってます。カタログというところで必要であればトークンを使って買うことができます。初期段階ではある程度物は揃ってるんですけど、ホップだったりとかそういう風な材料になると結構揃ってないものがあるので、新しいレシピになるごとに物を買っていく必要があります。なのでジョブはできる限り受けないとダメっぽいですね。ただその在庫とかそういう概念はないので、そんなにトークンばっかりに縛られるっていうわけでもなさそうです。というわけで早速作っていきましょう。で、画面右もうアメリカンスタウトというのがあって、今までレシピが左側のチュートリアルオブジェクティブズっていうのがあったんですけど、もうそこは関係なくなりました。今回気にしないといけないのは右側のレシピですね。こちらがですね、 P を押すとチェックがつけられます。O を押すと1個前の工程に戻ります。ということで、はい、いろいろと準備したものがこちらです。水を21リットル入れているものと、あとは材料もろもろですね。というわけで水は入れ終わりました。そこにモルトを入れてあげるので、3キロ常温でいいんだ。はい、全部入れました。で、これを入れて、プレスアイテム。で、これを取って、ヒート。これを100度まで。よし、100度までいったんで、これを取ってあげる。クラスターというホップを取って、入れてあげて50分待つ。53分まで。で、クラスターを取る。違う、クラスター取らない。クラスターを取らずにもう一個のホップルーガルグリーンを入れてあげる。で、そこからさらに10分、そしたらこれをリムーブしてあげると。で、火を止めて20度になるまで待ちます。よし、20度に行ったので、これを持ってこの中に入れてあげます。スペースがないって言われる。ああ、場所が狭かったんだ。OK。これを全部入れてあげて。で、どうせ水に入れるので、あそこ置いといて。で、アットイエースト、ソーカル、エールアイを中に入れてあげます。20じゃない、150だ。疲れてる。はい、入れ終わったので、次に20度を保ったまま15日放置します。ここそんなに温度変わらなそうなので、ここで15日置きます。 OK、 15日間置きましたと。リムブリッドでコーンシュガーを入れてあげます。超えた。まあいいや。はい、コーンシュガー入れて、で、アタッチリットしてあげて、これを下に置いて、バレルを取って、コネクトチューブ、コネクトチューブ、オープン。移動してるね。じゃあ、加速。はい、入れ終わったので、ここから21日間放置します。カットでーす。よーし、できた。ちゃんとできたかな。テイスト&パッケージビールしに行きましょう。テスティングシーケンス、テスティングサーマリー、コンティニュー。
後付けの各屋でございます。ここでですね、出ている問題としては、入ってるビールの量が少なすぎるからダメだよっていう風に怒られています。で、解決策としては水を入れてかさ増しをしろということらしいです。多分加熱した時に蒸発していった分などのせいで足りなくなったんだと思います。というわけで今ここで水を足しています。ちょっと増やしたよ。あ、いけた。よくわからないけどできました。215。いいね。エクセレメントハーズイ、前のハズイよりちょっとあれなんだね。で、炭酸ちょっと強めですと。はい、モルトはちょっと甘め寄りなんだね。で、レッドチャートはこんな感じですね。ダークでローステッド感がある。で、クリスピークリーンだからすっきりとした味わいで、苦味もあってスモーキーさがありますよっていう感じですね。チョコレート、コーヒー、フローラル、いいね。で、そう、アルコール度数 7.96%、 ビターネスだから苦味が 55.7、 ちょっと高め。ボディはヘーベリーヘビー。はい、というわけで、お、レシピとマッチしてる。あ、そうだね、アメリカンスタートのレシピに沿って作ったので、ここはマッチですね。うう、サクサクとできたんじゃないでしょうか。じゃあ遠いアメリカンスタウトにしましょうかね。ラベルを作っていきます。よし、ラベルができたので、このまま他の設定もちょっとやっていきます。ピルスナー、あー違う、ものによって IPA じゃない、あ、スタート、これだ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 。ボトルはまだ開放されてないので、よし、サブミット。というわけでアメリカンスタート無事に完成しました。サブミットビール、コンティニュー。ああ、なるほどね。コングラチュレーション、オンコンプリーティングユアパスジョブ、あのフィニッシングザチュートリアル。あ、今はチュートリアル終わったんですね。というわけで、今2作目のビールを作ったんですけど、あれは注文商品です。注文商品なので、どっかに行きました。注文者に行きました。なのでビールの原品はないんですけど、ディスプレイボトルだけは手元にある状態です。そしたらですね、今のシーズン夏ですね、この期間で作れるビールあと1本ありますので、それをこの動画で作っていきたいと思います。お疲れ様です、かぐやです。あ、違う、これ続きだ。はい、続きからですね。というわけで、今回もう1品ビールを作っていきます。今回アメリカンペールエールですね。で、作る前にまずは材料が足りないので材料を購入していきます。トロエというホップと、よく名前がわからないやつを買っておきます。で、そうすると玄関にもう即日配達されます。用だね、俺が買うのが分かってたかのようにもう用意してくれてる。こんな世界がいいわ。よし、というわけで水を入れてる間にいろいろ準備するのでカットします。よし、準備できた。水は全然入ってないじゃん、溢れ出した。よし、したら最初はライトモルツエクストラを入れていきます。これ 2.5 キロですね。よし、頭打ち、オッケー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 、行きすぎー。まあいいか、誤差や。で、次ウルトラペールエール、このクソでかいやつですね。こいつを入れて100度まで熱します。はい、100度になったのでこれを取ります。取ったらトロエを入れて50分煮ます。9時まで、オッケー。で、そしたら、When Nothing みたいな名前のやつ。おう、間違えた。こいつを入れてあげて、10分ですね。なったー。で、そしたらこの2つを取ってあげて、止めてあげて、20度になるまで冷やします。
ちょっとあえてさ、カレンダーを進めてみよっか。そうすると、あ、20度までなってる。20度までなったけど 12.64 リットルまでなっちゃったね。あ、やっぱりダメだ。ごめん、いろいろ試した結果やり直しするわ。よし、オッケー。したらこれで20度になるまで放置します。これさ、1日ぐらい置いたらどう？あ、減ってないし20度ちょうどなった。ちょうどではない、嘘ついたわ。まあいっか。オッケー、そしたらこれの中に移そうか。よーし。アットイースト、酵母を入れてあげますと。よし。オッケー。そしたらこれは捨てて、蓋をつけてあげて、持って、これを15日放置します。コーンシュガーを170。毎回入れすぎる、お前。で、コンディションコンテナーに移してあげまーす。で、アタッチリッド開けてあげて。オッケー。で、これを21日放置しまーす。できたよー。テスト&パッケージベル。あ、なんか色が濃いね。え？ 164.8。 なんか俺違うもん作った？あ、けど、モルティースイーツ。何作ったんだ俺。アメリカンスタウト、ペールエールを作りたかったんですけど、なんか僕間違えちゃいました？あれ？一応僕アメリカンペールエールのつもりで作ったんですけど、出来損ないができました。あの、想定と違くてわけがわからないので、もう神様のいたずらだということにしましょう。ゴッツプランクにしよう。なんでだ？全然違うのできちゃった。これでいいや。サーブメイトペール。実はですね、撮影段階でここの意味がよく分かってないです。実際は納品のところなんですけど、本人は分からずに適当にボタンを押してます。あ、なんか受け付けてくれたっぽい。いいんだこれで。はい、というわけでですね、このシーズンで仕事として受け負ったものは以上です。春夏秋冬でシーズンが区切られていて、その中で作れる仕事としてこなせるものが限られているんですね。ジョブ1、ジョブ2ってあるので。なのでこれを進めていかないと、いろんな設備がアンロックされません、で新しいものも買えませんっていう状態になるので、ある程度まずは進めちゃおうかなと思います。そうするとね、レシピもいろいろ増えていくので、なので一旦次のあれに進もうと思います。次のシーズンに進もうと思います。じゃあ次回はそこの次のシーズンから始まるところでお会いしましょう。バイバーイ。